オスカル・ビオルクは、スウェーデンの画家である、スウェーデン王立美術大学の教授を務めた、ストックホルムで生まれた、1877年から1882年の間、ストックホルムのペルセウスの美術学校で学んだ。この時代、歴史画を描き、1882年に賞を得た、1883年に奨学金を得て、1883年の冬は、 パリで学び、翌年はミュンヘンで肖像画を描き、1885年はベネツィアやローマで多くの作品を描いた。これらの作品はスウェーデン国立美術館やワシントンのナショナルギャラリー・オブ・アートなどに収められている。1882年にパリでデンマークの画家、ベーダー・セベリン・クロイヤーと出会い、クロイヤーに勧められて、その年の夏から 1883年、1884年の夏は、デンマークの画家たちが集まった、デンマーク最北端のチスケーで過ごした。画家のミカエルアンカーや、アンナアンカー、ホルガードラックマンラット進を深め、快適な生活を送り、この間、クロイヤーの影響を受けた風景画も描いた。1888年からストックホルムで暮らし、主に肖像画を描いた。 1898年にスウェーデン王立美術大学の教員となり、1898年に教授となった。1897年のストックホルム世界博や1914年にスウェーデンの丸目でバルト海沿岸の4カ国が参加して開かれたバルト海展覧会の開催企画者を務めた。ありがとうございます。